事故を起こさない安全な運転や正しい運転方法などを再確認する運転者講習会がこのほど開かれ、参加した人たちが交通安全に対する意識を新たにしました。高浜町文化会館で開かれた運転者講習会では、はじめに若狭交通安全協会高浜支部の高田はじむ支部長が、運転法規を守り悲惨な交通事故が起こらないように安全運転に努めていただきたいと挨拶しました。続いて交通安全功労者表彰が行われ、はじめに交通指導員の浜田盛義さんに、福井県警察本部長、福井県交通安全協会長の連名表彰が、田中博史交通課長から伝達されました。続いて小浜警察署長、若狭交通安全協会長の連名表彰が行われ、高浜町交通安全協会理事の市瀬郁代さんと奥野兼弘さんに表彰状が伝達されました。あなた、長年にわたり地域における交通安全教育が該当。このあと田中交通課長が交通安全講話を行いました。この中で田中課長は、小浜警察署管内の交通事故の特徴などを紹介したほか、夕暮れ夜間の交通事故防止の安全指導などを行いました。会場には町内のドライバーおよそ120人が集まり、交通安全に対する意識を新たにしていました。